どうもこんにちは、まなです。皆さん、体温は測ったことありますか？まあ、普通の人は測ったことあると思うんですけど、今ってコロナでよくお店か、いや普通のスーパーとかはないですけど、普通のお店入るじゃないですか。でそこでなんか検温をされる時ってありませんか？まああると思うんですけど、なんかその機械ってなんかあれじゃないですか。まあ普通はまあ私ん家の家にあるのはこんな感じの体温計なんですよ。これ普通にこうピッてやって脇で測るって感じです、まあ、で多分どの家にもあるよね、それあると思う。でよくお店とかに行くと玄関先でこうおでことかでこうピッてやれば一瞬でもう体温が分かるみたいな、そんな感じのなんか置いてあると思うんですよ。銃みたいなやつやね。そうピーってこうおでこにさ当てられる。あれ楽じゃない？そう、あれ便利だよね、うん、おでこにさちょっと当ててはい終わりですみたいな感じじゃん。ピーってやるだけじゃん。ちょっと信用ならないけどね。でもさ、これってさ何分？1分ぐらい、うんうん、こうずっとこう脇に挟んでるよじゃん、うん、だからなんかめんどくさいな。でも確実じゃない？そっちの脇に挟んでさ、まあ確実だとは思うけど、でもちょっと買ってきちゃいました。じゃじゃん、こちら赤外線温度計。すごくない？売ってんだね。売ってたのよ。すごいね。約1秒とか書いてある。1秒、最短。すげえな。ピピッとなったら測り終わったってこと。本当にさ、ちゃんと聞くのかなっていう。測れるんですかね。でもそれどうなんだろう。脇とおでこって絶対違うと思うんだよね、俺的温度。違う気がするけど。でも大体一緒になるのかな。ちょっと一回脇測ってみようよ。測ってみましょう。5度1分。やばい。これ壊れてない？ 35.1？ もう 35.1。 ちょっと待って、ちっちゃ、おー、ほんとだ。待って、ピントが合わない。おー、ほんとだ、 35.1。 すごい、やばいね。でしょ。大丈夫、生きてる？生きてるわ。ちゃんと生きてるわ。じゃあこれはまあ置いときましょう。で今度こっちね、うん、こっちでまあピッてやるだけだからね。こっちは楽だね、そう考えると。おお、すげえ、マジで10やん。ババン。もしかしてこれ電池入ってない系？ああ、入れるんじゃない？別売りじゃない多分。本当だ。まあやり方がまあ電池入れて、でこのセットってボタンを押して、で3センチから5センチぐらい、このぐらいかな、開けてこれを押すと体温が一発で測れるっていう感じです。なんでまあちょっとやってみます。ボタンが3つぐらいあったよね。ある、なんかね、プラスとマイナスがあるんだよね。なんなんだろう。わかんない。自分で温度を変えられるってやつ。なんかつかないんだけど。私プラスマイナス間違えた。なかなか間違えないよね。これどっち？わかんない。バネがついてる方って？バネがついてる方に平らな方、うん、だよね。マスカの壊れてる？返品じゃない？さすがに。
もう測れるとかじゃないの、ピッと押せば。え、もう測れんの。ダメだ、つかないね。え、なんで。さすがに返品じゃない。え、なんで。貸して貸して貸して。はい、ちゃんと説明書通りにやるわ。まず画面がさ、何も映らないってやばくない。うん。え、ほら、普通さ、このさ、表紙みたいになるってことでしょ。多分なんか、緑っぽくなってさ。ズームする、ズームする。そうだ、電源入れるとこんな感じで多分光るでしょ、緑に。でしょ。だけど全く電池はね、ちゃんと何もあれしないんだけど入ってるよ。で、入れて、え、なんでなんで。え、やばいやばいやばい、マジで。え、マジで使わないとか。これは、おいおい、どうすんだよこれ。あ、保証期間書いてあるよ。ご購入日より6ヶ月間だもん。あ、じゃあ全然大丈夫じゃん。うん、ご購入時に発行されるレシートは大切に保管しておいてください。だからよかったじゃん、返品だろ。うわ、クソ、ネタとしてこれはボツですね、とりあえず。ボツやないか。マジかよ。なんでよ、ふざけんなよ。はい、ちょっとさっきのこちらが全く使い物にならないっていう最悪な。それいくらしたの。これね、4,000円ぐらいしたの。高っ。高くない。え、さすがにマジでやばいよね、あれだよ、クレームだよ。うん、本当にこれはね、もう返品するしかないね。で、ちょっと別の企画でやろうと思ってたやつを使いたいと思います。あの油の中にぶっ刺して。そう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 、あれか。あとはね、赤ちゃんのミルク作りにも使えるらしい。あー、なるほどね。あとパンの発酵温度とか。え、パンの発酵温度、あれじゃん、ぶっ刺してどんぐらいみたいな。あー、そんなことするんだパンって。いや、わかんないけど。あとは、コーヒーとかお茶の温度とか、水槽の温度とかが使えるらしい。すごいね。とりあえず開けてみます。どうなんだろうね、私も使えないとこやめてよね。いや、大丈夫じゃないですかね、タニタだし。さすがに買え、やばいよ、2回目は。何これ。あれじゃん、ケースでしょ、あれをぶっ刺した、保存したく、うん。いいだよ、絶対そうだよ。多分そうだ。ちょっとこれ剥がします。あ、使える。おお。いや、なんか温度出てるし。脇測ってみたら、あ、これで。うん、じゃあちょっとなんかそっちの方がちゃんと正確に測れそうな気がする。冷たい。4.8。あ、まあ大体同じじゃん。0.3 の違いでしょ、うん、これ取っちゃうとさ、もうどんどん下がっていっちゃうのね。へぇ、ここにもうついてないとダメらしい。口の中とか測ってみてよ、気になる。うん、めっちゃ高温になりそうじゃない。うん、もう入れちゃっていいじゃん、別に。じゃあちょっと後ろ向いてやった方がいい。ここからいける。いけるっしょ。下向いてさ、こっち側に液晶やってくれればさ、画面でわかるから。そう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 。これすごいすごいすごい、早っ。早いよ、めっちゃ温度上がるスピード。ほら、うん、上がってる上がってる、めちゃめちゃ上がってる。いや、もういいんじゃない。 34.2。うん、口の方が低いという。うん、いいよ、もう変わんない、そっから。いやー、でもどうなんだろうね。なんかこっちはなんかこっちで、まあ温度計ではないけど、あ、なんかゆっくりだよね。地道にこう上がっていくみたいな。あ、そうね。一度一度一度みたいな。やっぱ温度計はこっちかな。体温計か。
いやでもこれが使えたらな、これが使えればね、それを使いたかったよね。そう、使いたくて買ったのにさ、使えないという。でも初めてだわ私、商品買って使えなかったっていう。通販じゃないからね、ちゃんと店先にあったやつを買ったから、うん、そうそうそう、ドラッグストアで買ったやつが使えないってすごいよね、うん、びっくりした。はい、今日はこんな感じで、まあ、いろんなところの温度を測ってみたんですけど、まあ、どうでしたか？まあ、本当はこれで測りたかったんですよ、うん、なんですけど、これが使い物にならないというアクシデントアクシデントアクシデントって言おうとした私アクシデントがあって、まあ、こっちの体温計、普通の体温計と、あとこっちのなんか料理で使う、まあ、料理とかで使う体温計でちょっと測ってみたんですけど、まあでもあんまり差がなかったですね。そうだね、そこまでバカにできないね、うん、ちゃんと測れてるっていうことが分かった結果的にはね、うん、意外と使えるでも料理とかで私は使わないというまあこんな感じで今日は終わりにしていきたいと思います。まあ、もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ今日これで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。